はい、どうもこんにちは。アーネウです。さあ、続きの方やっていきますか。で、今ね、物資に、4つの酒を、飲ました状態でまたここ来たんだけど、そしたらエマがいて、で、盗み聞くっていう、アイコンがあるわけよ。で、確かね、これを盗み聞くしておくと、怨嗟の鬼っていう、この赤狼にいわゆる裏ボスと言われるボスと戦う時の、演出がちょっと変わるっていう話を聞いたんだよね。本当にちょっとだけなんだけど、一応聞いてみようかな。多分これでいいはず。そう、なんかエヴァがここにいる時に聞ける盗み聞きみたいな。人がいるエンドの、盗み聞くとはまた違う盗み聞きらしくてね。だそれをどうやら進めちゃうとなんか聞けないとかっていう、なんかいろいろ条件があるらしいんだけど、とりあえず聞こうか。少将、ナイフの軍が来ています。そうか。相も変わらず、奪うことが好きな連中じゃ。炎はまだ消えませんか？エマよ、何度引いても変わりやしない。いくら仏を掘ろうとも、偏差の炎は消せぬ。押しとどめるがせいぜいじゃ。少将、何じゃ。もしその時が来たならば、私は。わしは仏を掘るまで忙しい。エンサの炎を、抑えきれなくなって、多分エンサの檻になっちゃったんだろうね、おそらく。どういった経緯で抑えられなくなったのか、ちょっと今の会話で推測できるのかな、わかんないけど。多分これを聞いてると、言っちゃうと、戦う時に、赤狼はね、武士殿って言って、戦いが始まるらしい。今回はですね、アシュラの底に行って、石ゲットしたんで、今度はミコさんのところ、アシュラ城に行って、親父と戦わないといけないんだけど、その前に、今回見ようと思ってるエンドの、準備をしようかなと思いまして、早速やってきたんだけど、まずね、この子から、お米を3回もらうんだよね、まず。1回ここ初めて来た時に1個もらえて、で、定期的にっていうか、お米もらったらすぐ休息して、またお米、違うな。違うな。確か、お米ももらって、お米を使って、休息して、また来ると確かもらえるんだったかな。それか、しばらくね、いろんなとこ探索して、また来るみたいな感じのを繰り返してると、お米がもらえるようになると。それを3回まず、もらうということで、あらかじめに、1個もらっといたから、これで3回目のお米になるかな。巫女の忍び、お待ちしていました。お米をもらうにあたって、どんどん、体力を使うみたいな感じらしいね。3回目になるとこうやって疲れたようなすみません、様子で。お米がまおまたい、ちょっと待ってくれよ。また。 もらえねえじゃねえか、お前。 あれ結構時間経ったと思ったんだけどな。すみません、あお米まれー？た、また。マジかよ。どうしよう。
ちょ、一回なんかいろいろぐるぐる回るか。あのね、攻略チャートみたいなの見たら、お米を使って、休息するんじゃなくて、別のエリアに移動するといいらしい。だから今、別のエリアに移動してきたから、多分これでいけるんじゃないかな。巫女のお待ち、さあ、あ、やっぱいけたね。お米をどうぞ。豊穣を。で、まあ、これで3回目だね。はい。お米は大事。しっかり噛んで食べてくださいね。また。で、多分このまま離してもダメなんかな。一回休息するか。はい、といった感じで体調、まあ、お崩しになると。巫女の忍び、よくおいでくださいました。どうした？大事ありません。それより今、お米を。待て、顔色がすぐれぬ。ゆっくり休め。はい、わかりました。何かあるか？え？何か欲しいものはあるか？柿を食べたいです。わかった。で、柿を、まあ、渡すんだよね。で、ここで普通の柿と太郎柿とでなんかちょっと違うらしいんだよね。だから太郎柿渡すんだけど。柿だ。誠に取ってきてくださったのですね。あ、と思ったよ。太郎柿っていう欄がね、出なかったな、そもそも。いただきます。はい、いい声出すじゃないですか。美味しいです。いや、普通に口の元エロかったんそうだけか、ど。忍びよ、お手を。だが、もう大丈夫です。お手を。わかった。豊かな実りをあなたに。礼を言います。巫女の忍びよ、いただいた柿のおかげでたくさん実ったようです。よければ留院の巫女にも差し上げてください。わかった。と、まあ、九郎様へのお米がもらえると。で、これを、まあ、九郎様に渡すんだよね、確かね。と思ったけど、渡せねえじゃん、今。よくよく考えたら、今、渡せねえじゃん。ああ、やっちゃった。やっちゃったよ。仕方ねえな。どうしようかな。そうだったら、九郎さんにも渡せねえわ。よくよく考えたらさ。もうちょっと早くやっとくべきだったな。まあいっか、芦名城行きますか。さあ、今日初めてのボスは、まあ、赤鬼なんだけど、まあ、こいつに関してはもう、あれだよな、もう飛ばしてもいいレベルだよな。って感じで、いい感じできないんだけどね。やばい、これ死ぬんじゃね？いや、マジでさ、俺なんであれ忍殺できないんだろう。あれ一応忍殺できるんだけどね。なんであんなにジャンプしちゃうんだろうね。わあ、しまった。 いや、2回死んじゃったけどな。まあもう1回やってるしね。いや、普通にあれだな、赤鬼やっぱ火力お化けだわ。自爆しやがった。え、そんな技あるんだ。いや、それは反則だわ。さあ、今回お二人目だね。で、こいつこっからこうやって
裏に回ると印刷可能なんだよね。こうやって後ろ向いてるから。はい、これここは狭いからな。とりあえずあっち行こうぜ。いやさ、マジでさ、この足立ち族って本当にあの狭いところで戦う習性あるよね。本当に戦わせる習性がある。あ、そんなに狭いところで戦いたいんかね。そっか、お前ここそういうタイプのやつか。いや、やばい、普通になんかリーチが足りなかったな。いやー、毒になっちゃうね。毒はめんどくさいの。まあこいつはそんなに苦戦するなく戦えた気がするんだけど、あ、なんか一回死んだ記憶あるな。やばいかわー、マジでこの蹴りが強い。本当に蹴りがアホみたいに強いんだよこいつら。いやー、これは弾かない方がいいのかな。もうあと地味にまだなんかあれなんだよな。あ、裏だ。ちょっとマジで、ちょっとハマるハマるハマる。いやー、負けたくないよ。この後また足立ちをさらかなきゃいけないからね。あ、それの軽いアップだと思ってやってるんでね、こっちは。やっぱ体幹がね、見えない。ちょっとマジで見えない。いやー、本当にこいつらはな、戦いづらい場所で戦わせるよね。そのせいで余計ハードになる。弾けてもこれだもんな。やばくない？普通にやばいよ。痛い。ちょはまらんといてな。なんかちょくちょくはまるよね、あの建物で。いやー、マジ毒がきついな。この爆竹とか使ってるか。まさか聞いてなかったもん。まさかの聞いてなかったっていう。ちょっと離れた方がいいな。あらら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 。爆竹だとな、こういう時に自分で切れに行かないと。やばい、キーに行かないといけないからね。これでもう勝てるかな。まだダメですか。やばい、普通に。ああ、もう本当に違うじゃんそれは。くそ、最悪、爆竹にしてたがゆえに。もう半分あれしてたんだな。もう半分じゃない、ほぼもうあれあったんで。おだんだん爆竹使ってあれしてくからな。ああ、よーし。やっぱあの蹴りコンボだねこいつらは。 あれに注意しないとダメだわ。はい、またやらかしてしまった。邪魔をするなお前、邪魔をするなお前。ちょっとさ、話をしようと思ってたのに。あ、お前が代わりにここのボスの代わりしてくれよならよな。あ、そうそう、ここにいるボスを今さっきねやってたんだけど、間違えてまた動画のボタン止めてたわ。ほんとにさ、
まあ言うて結構やばいやばい、まあすぐ倒したんだけど実はね、まあ、本当はこいつをなんだっけ、不屈の術でまあ操って、まあ2対1の戦い見せようと思ったんだけど、まあそれができず一人でサクサクってやっちゃったんだよね。であとね、まあここのボスはいいんだけど、別に正直ね、もう一回やってるから、うん、ねどこだっけ、ここ出て、あそこに一心さんがいるんだけど、今ねエマと一緒にいて、あそっか聞けるか、一回盗み聞きしても聞けるもんね。そう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 。一心さん、戦人がまた現れます。エマは暗示ておりますね。エマよ。はい。現一郎にいずれ現れるぞ。不思議のもう一振り、それを使うためにな。アシナを守るためなら己の全てを投げされるつもりでしょ。よく考えたら現役長すげえなと思うわな。うん。孫ながら命の覚悟よ。本当だよね。苦労の血を使わせるわけにはいかん。刃を震えるのもあと幾度か。その時まで手にはしまいじゃ。あのお方がいます。赤狼か。仏頂面だが、どこかに行くのに、あやつは実にも面白い。まあ、という盗み聞きが聞ける。多分一周目聞いてなかったと思うんだけど。で、中に入ってお話もできて、聞けるかな。セキロ迷え、ソ連。あー聞けねえわ。行くか。ではな。まあ、ジジイはここに俺ってエマがうるさいのみたいな感じのことを言ってた。うん。エマは一緒かな。一心様は私が目を離すとすぐにどこかへ行ってしまうのです。まったく困ったものです。あエマは今さっき聞いた同じ会話だわ。では。うん、また。まあといったことを聞いたよっていうのと、まあ、あとはここに黒の不思議についてのお話の書があって、で一周目では気づかなかったんだけど、まあ、気づかなかったっていうかちゃんと読めよって感じなんだけど、黒い不思議には開門って言われるものがあって、まあ、要するに死者を生き返らせる力があると。まあ、だから源一郎は、まあ、その力を使って、まあ、一心さんはまあラスボスを生き返らせたって感じだねっていう話をしてたんだよ、うん、もう完全にミスったっていうね。で次は親父とまあ戦うってとこだね、うん、で一周目の時はムービーを飛ばしちゃったから、まあ、ちゃんと見せようねっていうところで終わったんだけど、終わって動画止めようとしたらまさかの止まってたっていう、そういうオチでした。さよなら。